じゃーん、こちら妖怪ウォッチ妖怪グッズ2だにゃん。前ね、1やったんですけど、今回これ2ですね。ということでね、これ2。ラインナップ見ていくと、ストラップがあって、その後、コマさんマスコットクリーナー。これ前持ってたんですよ。まあ持ってたっていうか、そこにあるんですよね。これこれ。これですね。これ。で、これね、ジバニャンコードリールと、ウィスパーイヤホンジャック。のね、5種類ですね。あ、これあとこれこれ。ブシニャンマルスポーチ。これが便利なの。これのジバニャンバージョン持ってるんですけど、おみくじ神社とか行くときにメダルを大量に入れていくのにめっちゃ便利なんですよ。で、今回1回だけやってきました。1回ね、本当は200円なんですけど、100円だったんで、安っと思って、割引してる秋葉原のお店があるんですけど、そこで買いました。そんでね、買ったのが、買ってガチしてね、出てきたのが、こちらですね。ちょっとでかいっすよ。赤で。もうね、何かというか、いきます！じゃーんって後ろなんか倒れなかった？こいつが倒れた。トギニャンが。トギニャーン、トギニャンコ、トギニャンコ、トギニャンコ。おいしょ、立て、オッケー。出ました、出ました、出ました。ジバニャンマルチポーチですね、これ完全に。いやもうね、ガチャした時に、あ、これジバニャンマルチポーチ出たなと思ったんですよ。てか、ジバニャンマルチポーチが出るまでやろうと思ったんですよ、今回。そしたらいきなり当たり出ちゃったんで、一回でやめたんですけど。はい、じゃーん、ジバニャンマルチポーチー。これめっちゃ便利なんですよ。しかも可愛いしね。ここにシャラックがついてて、ファスナーついてて、こんだけ入るんですよ。これ妖怪メダルにしたら、相当な量入るんで、めっちゃ便利なんですよ。裏はこんな感じで、ただの黄色ですね。ジバニャンの時は真っ暗だったんでね。はい。これ当たりました。秋葉原のね、とあるお店だとこれ一回100円で売ってるんで、他のもね、なかなか、このちょっとマスコットクリーナーはね、まあ微妙だったんですけど、まあ、このマルチポーチは特にいいんで、5回ぐらいやってマルチポーチ出してみてはいかがでしょうか。そういえばね、今回は本当ね、いつもパソコンでやってるんですけど、今回、久しぶりに携帯からやってるんですよ。なぜかっていうと、携帯に広角レンズを今つけてるんですよ。だからちょっと画面が暗くてちょっと広がってる感じに見えるじゃないですか。そうなんですよ。それでやってるんですよ。この広角レンズを撮ると、ほら、こんなになっちゃうんですよ。不思議じゃないですか。これで広角レンズをつけると、こうなります。よいしょ。あ、ちょっと難しいね。こんな感じかな。はい、こうなりますね。広角レンズで、これ400円で売ってたんですよ。皆さんも、広角レンズちょっと買ってみたらいかがでしょうか。結構便利なんでね。広角になるでしょう、映像が。はい。ということで、今回は以上です。開封動画でした。これね。いや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 、でもね、久しぶりにちょっと携帯で撮ると緊張しますね。あのね、普段は、デジカメで撮ってパソコンで編集してるんですよ。1.5 倍速にして。だから、ちょっと気楽にやってるんですけど、今回は一発勝負なんで、ちょっと、緊張気味っすね。よし、カメラこれ直るかな？なんか微妙に暗いっすよね。そうそう。これマスター用だ。あ、そうそう、今度、スターウォーズの人形劇でもやろうかなと思って、ヨネッチと一緒に台本を書いて、ちょっと、なんかやってみようかなっていう計画を今、立ってます。皆さんもそれぜひよかったら見てください。これちょっとテレビで止めただけなんで、なんとかしないとなんですけどね。はい。ということで、バイバイ！